皆さんこんにちは、犬ぷんチャンネルのぷんです。はい、チャンネル登録、そしてツイッター、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、私個人的にちょっと気になっているコンテンツなんですけども、そちらに関して2種類ですね、一番くじとして登場しますので、そちらをねご紹介していきたいなと思います。はい、まず一つ目はですね、もう大人気ですね、皆さんご存知の通り、一番くじスパイファミリー、これのね新しいものが登場します。で、直近ですと、再販に近い形でブロックカレンダー付きフィギュアがねついたやつが登場してまして、で7月にもですね、また新たに別のフィギュアとかがねラインナップされたものが登場する予定にはなってるんですけども、それとは別にねまた新たに登場してくるっていう形になります。はい、でざっくり概要をご説明しますと、タイトルが一番くじスパイファミリーエンバーエンバークアミッションということで、エンバークっていうのがなんか乗り出すみたいな、始まるよみたいな感じの意味らしいです。で、発売日が2023年10月上旬というふうになっていて、まあ秋口ですね、まだちょっと先になっちゃいます。で、価格が1回700円ということで、もうこれもね添え置きという形で嬉しいなっていう。はい、で皆さんね一番気になるラインナップの方なんですけども、 A 賞からね、まあ順にちょっと流してとお話していきます。 A 賞がまあ大注目だと思います。小物入れ付きのフィギュア、アーニャフォージャーですね。またこれがステーショナリー系のね、今まで出てきたようなのと似たような形でね登場してくるんじゃないかなと予想してます。はい、で B 賞が飛びつきピーナッツぬいぐるみで、 C 賞がブランケット、 D 賞がビッグメラミンプレート、 E 賞がメラミン食器アソート、 F 賞がラバーコレクション、 G 賞はアクリルスタンド、 H 賞クリアファイル2枚セット、 I 賞チョコノコフィギュアで、ラストワン賞が、これは A 賞のアナザーカラーバージョンということになっているのかな。で、ダブルチャンスキャンペーンもラストワンと同じという形のラインナップとなっております。はい、で A 賞はですね、まあ、今までそのカレンダー付きフィギュアだったりとか、ウォッチング TV フィギュアみたいな、あれもね確か小物入れが付いてたりとかしたやつなんで、まあそれとね連続するような形で、ね、登場してくるものだと思います。ちょっとねまだ詳細な画像が出てないんでわからないんですけども、非常に楽しみだなという感じですね。で、 B 賞の飛びつきピーナッツぬいぐるみっていうのは、まあたまにキービジュアルとか何らかの形でなんかピーナッツのね顔がついたやつの絵柄が登場すると思うんですけども、おそらくねあれのぬいぐるみだと思います。サイズ感がちょっとなんともわからないんですけども、これもね楽しみだなという感じです。で C 賞ブランケットですね、これもこれで熱いかなっていう、どんなイラストが入るのかも非常に楽しみで、もしかしたら書き下ろしかもしれない、本当に楽しみですね。で D 賞 E 賞がビッグメラミンプレートと、もう一個は食器アソートなんで、アソートっていう感じだからいろんなのがあるのかな、コップだったりとかお皿だったりとかいろんなものが多分もしかしたら選べるのかなっていう感じですね。 F 賞がラバーコレクション、 G 賞がアクリルスタンドということで、この辺はもう結構定番化してきてるものだと思うので、まあイラストがどんなものなのかなっていうのが気になるところだと思います。で H 賞クリアファイル2枚セット、まあこれもね定番かなっていう感じだと思います。で下位賞で一番下になってるんですけども、これがねチョコノッコフィギュアという形になっていて、これはねやっぱりチョコノッコフィギュア人気はすごいので、これを求めてる人も結構いるんじゃないかなと思います。最近ねチョコノッコフィギュアあまり出てこないなと思ったんですけども、ここで出てくるって感じなんでね、非常に嬉しいなっていうところです。でラストワンダブルチャンスキャンペーンもアナザーカラーということで、これもねちょっとどういう色彩で登場してくるのか非常に楽しみだなと思っています。はい、ではねまず一つ目スパイファミリーの一番くじでした。はい、で続いて二つ目ですね、来ました、大人気アニメボッチザロック、これがね一番くじとして堂々登場するという形になります。ちょっと私ね今後登場する一番くじの山の予測、激アツ一番くじが出そうだよみたいなものをね、ちょっとどっかのタイミングでやろうかなと思ってたんですよ。でその中にこの話をしようかなと思ってた矢先に、もう先に公式の方から出てきてしまったという感じですね。はい、まあ嬉しい話なんですけどね。はい、で、気になる商品概要なんですけども、発売日がね2023年10月中旬ということで、さっきのスパイファミリーに次いで登場してくる形になります。でこちらもね1回価格が700円という形で、スパイファミリーと一緒ですね。いやーもう10月大変ですね、もう資金が追いつかないっていう感じで、非常に楽しみな感じになります。はい、でねこちらも気になるラインナップになると思うんですけども、まあ結論から言っちゃうと、結構多くの人が求めてるフィギュアとかがですかね、それは今回ないなっていう感じですね。でまあざっと流して見ていきますと、上位賞に当たるのがポスターになってまして、
A 賞から順に、ぼっちちゃん、にじかちゃん、りょうちゃん、きたちゃんという形のラインナップになってますね。で、E 賞、チョコノッコフィギュア、F 賞、アクリルスタンド、G 賞、クリアファイルセット、H 賞、缶バッジ、I 賞、ステッカーセット、で、ラストワン賞が結束バンド、イラストボード。で、ダブルチャンスキャンペーンもラストワンと同じものっていう形になってます。もう、すごい激アツ。これもね、外れがないくじだなと思ってます。で、A から D のポスターに関しては、ちょっとどういう素材かっていうところが気になるところですね。ちょっと厚紙系のポスターなのか、それともタペストリーみたいな形の生地っぽいやつなのか、これはね、ちょっと詳細出てみないと何とも言えないなというところですね。ちょっとタペストリーっぽいやつだったと嬉しいなっていう感じです。で、続いて、E 賞ですね。これもまた、結構これが一番注目度高いんじゃないかなと思っちゃうんですけども、またチョコノッコフィギュアですね。これはまあおそらく4人出てくるのかなっていう気がしてるんで、まあ全4種なのか、8種なのかわからないですけども、非常にね、期待したいなと思って。まあでもこの結束バンドのメンバー以外にもね、結構人気キャラいるんで、それもね、投入してきたら、それはそれで嬉しいなっていう感じですね。はい。で、続いてが F 賞、G 賞あたりが、まあこれ定番商品なんですけども、まあアクスタはね、毎回人気だと思いますので、多分小さいアクリルスタンドになると思うんですけども、イラストがちょっと気になるところですね。もしかすると、ポスターと合わせて同じような絵柄で、このアクリルスタンドとかね、あとはこの下の G 賞のクリアファイルセットとか入れてくるかなと思います。で、次が缶バッジか。缶バッジは珍しいかな、一番くじとしてはね。ちょっとどういう缶バッジなのかわからないですね。大きさとか、あと絵柄とかもね、わからないんですけど、これはちょっと楽しみにしたいなという感じです。で、一番下がステッカーセットということで、これもまあ珍しいのかな、一番くじとしては、なので非常にちょっと楽しみなものになってます。で、あとはね、ラストワン賞、結束バンド、イラストボード、噛んじゃった。これもですね、非常に注目度が高いかなっていうふうに思ってます。だいたい上位賞のね、別バージョンとかね、そういう形で出してくるケース多いんですけども、まあ今回フィギュアとかでもないってことで、結束バンド、イラストボード、これ1本だけですね。これは非常にファンとしてはね、激アツなアイテムになるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、本日は激アツな一番くじ、スパイファミリーとウォッチザロック、こちらのね、最新のものをご紹介をさせていただきました。まあこれからね、画像とかね、詳細の方は出てくると思いますので、そちらをね、非常に楽しみにしたいなと思っております。はい、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、そして Twitter、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。